またキャプチャー画像入れときますけど、今のね本当にスッといった通り雨やったみたいですね。なんで、戻ってちょっとあそこだけ見ましょうか。まあ30分いっぱいあるところなんで、次のやつでもまああと 1,2 時間はこの晴れ間続きそうですからね、大丈夫そうですね。ちらっとじゃあ見ていきましょう。今すごい雨やったね。もう晴れてるよ。すごいな。はあ、あれだったらね、神社のこれやったらあの神社の木陰で休んどってもよかったですね。これでも今バッと降った後やから、日本の松原に虹がかかるところとか撮れたら最高なんですけどね。世界遺産に虹がかかる、なんてね、撮れたら最高やけど、まあそんなうまいことはいかんやろな。でも条件もいいんですよね。今バッと雨降って一気に晴れてきましたから、服もめっちゃ濡れました。まあ速乾性のね、やつ着てきてるんでまだマシかな。どうだろう。いやもうこの神社をまっすぐ突っ切ったらダメだしくて、この松原の方に行こうと思うとあれなんですね。こっから回せばよかったな。すごいなこの帽子。やっぱ速乾性の帽子なんで、もうだいぶ乾いてきましたもんね。さすが大輝ね。これはあれですよね。泉大津じゃなくて、あそこね、水間鉄道行った時にね、途中で同じようにバーッと雨が降ってきて、あれね、雨宿りしたところで、勝ったと。で、向こうの神社。で、日本の松原はここを曲がると、ですから参道になってるんでしょうね。はあ、なるほどな。あ、面白い。ここ両側が道で真ん中に、あ、こんな風に両側が道で、真ん中に神の道、道が作ってあるんですね。で、一応右側通行なんだ。へえ。それで三保の松原に行ける。観光地感あるじゃないですか。あ、いいじゃん、これ。観光地来た感ありますよ。あ、すごい。こんな感じで。ここでも濡れてないな。あんだけ今雨降ったけど。夏の木って偉大ですね。ここら辺はね、やっぱ木の合間のところは濡れるけど、あ、逆にこっちに来ときゃよかったわ。フラッシュなんて済んだな。じゃあ撮りますよ。はい、チーズ。いや今のやつはね、なんかこんな真っ白でね、いろんななんか出てますけど、やっぱあれですね、本当すごいね。全然濡れてないもんね。もうこんな雨だったんですよ。ここら辺も通ってたんですよ、さっきの雨雲。あの雨しのげるんだな。すごいね、松の木って。あるだけで違うんやな。へぇー。観光地来てる感じがありますね。結構長いね。しっかりとあって。カフェレスト、松ぼっくり。いやー、いいですね。うお、松の葉っぱ、刺さってきた。松ぼっくりも転がってますね。おー、ぐるっと回ってる。ね、やっぱ松っていうと、この曲がった感じがあると、松感が出ますよね。これもやっぱし、あれ、風の影響らしいですけどね。でも、それにしては、向きあれですけど。
多分こいつはちょっと頑張って倒れすぎたけどこっちの方に来たのかな、すごいですよね、ですから瀬戸内のね方に行ったら松がねまっすぐピンって立ってるから面白かったですよね、江田島とかねあっちの方も桜とかもね、桜の木も松の木も全部まっすぐそういう、場所にね、でだったんでその軍港にねしてったよっていうのがあるんで呉も結構ですし江田島特にねまあ呉は一回空襲でね焼けてるんでねその後になってるんであれですけど江田島は空襲にあってない兼ね合いで本当に明治の前のやつから残ってるっていうのがねすごかったですよね。さあっていうことを松の木の地域比較なんかをしながらおーおーおーなんか観光地っぽい結構いろいろあるんや。へえ。タクシー乗降してあマグロ屋さんあるよ。いいじゃん。ここだったら海鮮マグロあマグロ屋さん美味しそうだ。やっぱ清水って言ったらマグロですもんね。そうか。へえ。風おすごい綺麗。何これ。へえ。めっちゃ綺麗な建物もありますね。もっとなんか寂れた感じなのかと思ったら全然なんか活気ありますね。あれか世界遺産になった兼ね合いでかな。で松原入口まで来ました。こっから松原見えるらしいですからね。ちょっと気合い入れていきましょう。よく松原って言うと千本松原とかねああいうのとかね、よく言いますけど。ここいいや出さない羽衣亭で羽衣の松周辺はああすごい潮風ああ来てる来てるでこれまず羽衣の松から見てたりのあ純度ちゃんと案内してくれてるよちょっと今のでだいぶぬくらずんでますけどおうおうおう浜だおすごい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 うわ波荒れてるなこれは水上バスそりゃ無理だわうわすごい羽衣の松三代目らしいですよ羽衣の三代目だけどすごいなまずは美保神社から南の海岸へ向かって伸びる神の道と呼ばれる松並木の先にあると、はい、ここ今通ってきましたね、海上から飛来する神様は海上から来るんだ、羽衣の松を目印に降り立ち、神の道を通って美保の神社に向かうとされているとで現在の羽衣の松は三代目で推定樹齢300年もう初代二代の次の三代目のね松なんですけどもうそれですら300年ですからね恐ろしいですね、歴史のあれがこの松、っていう羽衣もねあれこれもしかして水産メーカーの羽衣あのシーチキンの羽衣ってこの羽衣から来てるのかなあれ確かシーチキンの羽衣って静岡鉄道乗ってると静鉄さん乗ってるとめちゃくちゃ出てきますもんね案外もうマグロだし清水とかこっちの方が本社で羽衣伝説のここから羽衣って名前を取って羽衣フーズにしてたりするかもしれませんねまあ単にあの社長の名前が羽衣さんだったらおっちかもしれませんけど一応また調べときますうわーしかし今日は晴れてんなうわー波はすごいでここに、名所見本の松原ねこれのあります、いや今日はすごいで富士山展望地らしいです眺望ができるらしいです今日は無理かな鍵の間製物すごい何ね、神様の道がここね
台風近づいてるわけだ。うわー、で晴れてたら、あ、ここからこんな感じで、ここに多分富士山が見えるんでしょうね。うわー、今日さすがに無理かな。っていうか、こっちの方どうも、予報行きは怪しい。なんか聞こえてるこれ。すごい風だ。あれか、本当に幕があったからなんとかなってたんだ。じゃあ、白馬神社でもあるんだね。ちょっと、軽くお参りしときましょうか。答えがこんなところに書いてありましたよ。この鳥居の村が昭和61年に建てられたらしいですよ。宝物缶詰で、大体こういうところに隠れてた社長の名前ですね。後藤様らしいですけど、ってことはここにわざわざ宝物缶詰の宝物フーズの株式会社さんが作るってことは、やっぱそういうことなんでしょう。それでその後ね、感じのところを忘れずにちゃんとこうやってね作ってくれるんですね。いやー、ありがたい話です。最近近づくみたいですからね。うわ、風強くて帽子もかぶれ。しかしこれ山、本当に人間近づくのは危ないね。めちゃくちゃ荒れてるもんな。うわ、まずがずっとね続いてる感じなんですね。うわ、いいよ、ルート通り行こうか。